はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。アイソムニウムファイルニルバーナイニシアチブ、続きやっていきたいと思います。地下へ落とされちゃったところからだったと思いますが、これですね。とりあえずいろいろ見ていきますかね。かがり火、これしかなさそうだな。儀式台、箱見てみますか。あー、中覗けるようになってる。なんだろうこの箱。そう、玉手箱じゃない？ここは海の底じゃないけど。でも麗しいお姫様ならいるでしょ。どこに？どこに？あ、同じこと言ってる。ぶっ飛ばす。じゃあ先にこっち、儀式台。なんだか気味が悪いね。何かの儀式を行うための台かしら。生贄を捧げるとか。少なくともアイロン台じゃないことだけは確かよ。しぐれのやつ、ナイクスは宗教団体じゃないなんて言ってたけど、ここは明らかにカルトフレーバー満載よね。じゃあこっち覗いてみますか。 X 台、なんだろう、なんだこれ、なんかの機械みたいですね。箱の中、何か機械みたいなものが入ってるけど、何かの装置かしら。解析できないの？ここからじゃちょっと、爆発物とか毒ガスとかその手のものが入ってないのは間違いなさそうだけど。つまり開けても危険はないと。多分ね。ん？で、そっちに行く術はないんだよね。近くに行く術がなくないですか。他に何か見るとこあるのかな。あ、なんだ、砂。上の方から砂が。天井がもろくなってるみたい。崩落してこないといいけど。柱。あちこちから砂が垂れてますね。え、他にどうしようもないんだけど。あった、ここにもナイクスのシンボルマークが。ノナプレックスね。もしかしてこの箱を開けるつもり？うん、やめといた方がいいんじゃない？どうして？いや、そのなんとなく。大丈夫だよ、開けても危険はないって言ったじゃないか。多分って付け加えたはずだけど。いずれにせよ調べないわけにはいかないよ。おけつにいらずんば推しは M。いろいろ間違ってるけど、まあそういうこと。なんだろう今の音。
龍騎、生体反応を確認。誰か来る？近くに誰かいるわ。なんだよ、あいつ。え？どうしてあんな姿に。何言ってるの？とにかく、誰？おい、待て！なんだよ、これ。なんかやんなきゃいけなかったんだね。やられちゃったよ。リトライしますか。はい。どっから？こっからか。おい、待て。見ててすっかりでした。L で何かをやるんでしたね、今。ぐるっと回すのかな。なんだよ、これ。いきなりアクションになるからね、このゲーム。こっからですね、何をやれって。リュウキ、上からタイムズが。おお、避けた。また来たわよ。お、二つ。違ったな今。マジか。 RB と R だった。 LB と R だった。 LB ってどれだ。今度はうまくいきました。おい、待てって言ってるだろ。あ、どうなった。あ、日にちが過ぎました。2月13日別愛龍騎編3章愛別か、愛別。警察総合庁舎アビス本部、2月13日水曜日午前9時15分ボス、昨日は申し訳ありませんでした。龍騎くん、謝って済んだら警察はいらないのよ。あなたが捜査に尽力してくれてるのは分かってる。だけどそれを差し引いても昨日の失態はありえないわ。ただでさえ捜査の進捗状況が芳しくないっていうのに。必ず挽回します。もう一度チャンスを。はあ、なんだか思い出すわ。赤点取った娘が小遣いを減らされないよう平謝りしてきた時のこと。娘がいいんですね。デスク、書類、
ダーツ、本棚、これ毎回全部これやんのかな、結構大変なんだけど。ゆうきくんの頭ってあのかぼちゃみたいに空っぽなの？こういうのがあるからね、逃せないんですよね。新しい捜査官、タヌキの方がマシだったかも。これ龍騎のこと？いくら説教してものれんに腕押しって感じよね。そんなことは、まあ、一応怪我はなかったってことですよね。龍騎、お前にいいアドバイスをしてやろう。なんだこの警官人形。目を細めて2メートル離れればモザイクは消えて見えるぞ。なるほど。何のアドバイスだよ。あなたをサッカーボールにしたい気分だわ。蹴り飛ばしたいってことですかね。こっち側はだいたい終わりかな。一緒にお風呂でも入る？なんか怖いからいいです。うわあ、かっこいいな。そんなんで私の機嫌を取ろうとしたって無駄よ。夕べね、猿のおもちゃみたいにシンバルを叩きまくったの。気がついたら朝になってたわ。あの仮面つけてみる？いえ、遠慮しときます。リュウキ君、石膏で固めてあげようか。ほとんどなんかもうパワハラみたいになってますよね。じゃあボスへ聞いてみましょうか。ボス、捜査に関する新たな情報はボスの娘の件、やる気を見せる。先にウィンクシンク、まあ娘の件ちょっと聞いてみるか。ボスの娘さんか、まだ慣れませんね。そう？ま、親オーラが出てないのは当然だけど、母親らしいことなんてほとんど何もしてこなかったから。娘は去年18になったけど、一人で勝手に大きくなったみたいなもんだし。 18？ 龍騎とそんな変わんないんじゃないですか。18歳、思ってたより大きいんですね。私のこの若々しさからは想像もつかなかったでしょう。彼女はもう立派な大人よ。自分のやるべきことをきちんとできる子。勇み足を踏んで大ポカするどこかの誰かさんとは違ってね。
やる気を見せる。元気16倍ハンパンマン。な、何をいきなり。ですからやる気はあるので捜査を続けさせてほしいと。この事件は必ず僕が解決してみせます。いえ、僕じゃなきゃ解決できないんです。あのね、その妙な空回りのせいで昨日の大失態につながったんでしょ。早く手柄を立てたい気持ちもわかるけど、一人で突っ走りすぎよ。でも僕はこんなところじゃ終われない。僕は他の誰よりもうまくできるはずなのに。龍騎、ボスの言う通り、あなたは焦りすぎてるわ。ちょっとヘマしたからって人生終わりじゃないんだから。それよりも素直に非を認めて失敗から学ぶようにしないと。じゃあ、捜査に関する新たな情報はの前にウィンクシンク行きますかね。これがまた消えちゃうかもしれないので、ウィンクシンク。はあ、リュウキ君、もう少し使える子だと思ったんだけど。うわ、ショックだわ。上からはこっぴどく絞られるし。今夜は行きつけのホストクラブで店にあるシャンパン全部開けてやるわ。じゃあ捜査に関する新たな情報は。特にないわ。龍騎くんが知ってる以上のことはね。ああ、そうそう。捜査に関する情報ってわけじゃないけど、この事件の解明が決まったわ。ハーフボディ連続殺人事件。長いからみんな HB 事件って呼んでるけど。HB 事件か。早く解決しないとマスコミに、ヘッポコボケなす捜査官って揶揄されちゃうかも。だから気合い入れてね、龍騎くん。龍騎くんの意気込みは十分わかったわ。だから汚名返上のチャンスをあげる。引き続きこの事件の捜査を担当してちょうだい。ありがとうございます。とはいえ、上からの通達には従ってもらわないと。通達？事例よ。龍騎クルート、あなたを巡裁の降格処分とする。は？昨日の大失態のせいよ。僕が巡査？そんなのあんまりだ、ひどすぎる。ただし3日間の猶予を与えるわ。3日以内に事件を解決したら処分を取り消してあげる。3日。龍騎、前向きに捉えましょう。捜査は継続できるわけだし、3日で解決すれば降格も。無理だ、まだほとんど捜査が進んでないのにあと3日で解決なんて。龍騎、降格？この優秀な僕が？そんな恥ずかしみを受けるくらいならいっそ路上生活者になった方が。龍騎。ああ、それと通信系統の不具合はまだ治ってないそうよ。相変わらずタマが入手したデータはクラウド上にアップできない。というわけで、前にも言ったけど、タマの本体がぶっ壊れたら全てのデータが飛んじゃうから、くれぐれも気をつけてね。完全に心ここにあらずって感じね。龍騎。降格ですか。イクメ神社、2月13日水曜日10時30分。大丈夫、龍騎。うん、ここに来てちょっと落ち着いてきた。でもまさか僕が降格だなんて。まだ3日の猶予があるじゃない。それまでに解決すれば。無理だよそんなの。よりによって
今日そんなことを聞かされるなんて。今日っていうのはどういうことでしょうね。たま、今日という日について。今日はね、僕の半分が消えちゃった日なんだ。目ってことかな。僕はポケットから壊れた腕時計を取り出した。僕には双子の弟がいた。正義感の強いやつでね、悪い連中を見かけたら相手がどんな輩だろうと立ち向かっていくような、そんなやつだった。将来の夢は刑事になって日本中の凶悪犯を捕まえてやることだって息巻いていた。そんな弟と僕は仲が良くて、いつも一緒にいるのが当たり前だった。まるで自分が二人いるように。でも6年前のあの日、僕と弟はたまたま出かけていた町で指名手配中の凶悪犯を見かけた。すぐさま110番したんだけど、犯人は大型トレーラーで逃走しようとしていた。このままでは行方をくらませてしまう。だから弟はそれを止めようとしてトレーラーの前に立ちはだかり、弟はそいつに惹かれて死んでしまったんだ。体を半分潰されてね。これは弟がその時につけてた時計なんだ。彼の時間はこの時刻で止まってしまった。そして僕は自分の半分を失ったんだ。弟が死んだのは6年前の2月13日、つまり今日が命日なんだよ。って話すまでもなかったかな。君は僕の経歴は全て把握してるはずだから。凶悪犯が憎い。僕は弟を殺した凶悪犯を憎んでる。この手で捕まえて八つ裂きにしたいと思うほどに。いや、そいつに限った話じゃない。僕はこの世にある悪という存在そのものを憎んでるんだ。だったらここで屈しちゃっていいの？あなたが諦めてしまったら悪の思うツボじゃない。龍騎、あなたが弟のためにすべきことは何か、もう一度考えてみて。あ、そうだったね、タマ。おかげで思い出したよ。弟の霊前で誓ったこと。僕は正義のヒーローになる。そう誓ったから、弟の夢を継いで警察官になったんだ。落ちたなら、また這い上がればいいだけのこと。こんなことで、へこたれてたまるか！進化になった理由。アビスの進化を志望したのは、より凶悪な犯人と渡り合えるから。狡猾に捜査の網をかわす、卑劣で非道な犯人たち。シンカーは、そいつらの心をえぐり出し、追い詰めていく。それこそが、僕が理想とするヒーローの姿だったんだ。そのシンカーになるために、僕はあるものを失った。片方の眼球。シンカーになるには、それを摘出する必要があって、AI ボールを、つまりこの私を移植するために。手術が行われたのは去年の夏、僕がアビスに配属された直後のことだったね。ええ、だから私と龍騎はかれこれ半年ほどの付き合いってことになるわ。僕はいろんなものを失ってきたけど、タマが僕の左目に来てくれたおかげでたくさんの隙間が埋まった気がする。龍騎、タマさえいてくれれば僕はまだやれる。いや、僕はやらなきゃいけないんだ。弟のためにも。この HB 事件の犯人、
絶対に捕まえてみせる。よし、それじゃあ気を取り直して捜査再開だ。で、早速だけど何か新しい情報は？ああ、すみません、新しい情報はございますか？うむ、あるわよ。ホラドリについて調べてみたら気の臭い情報が出てきたの。それともう一点、ショーマについても気になることが。でいいか。じゃあショーマについて気になることは、ホラドリのことをにしてみますか。ちょっと待って、その前に電話よ。イリスから。イリスから？あ、リュウキさん、実は事件のことで伝えたいことがあって。伝えたいこと？それがごめんなさい、もうすぐ収録が始まっちゃうから今お話はできなくて。後でレムニスまで来てもらえますか？レニムスっていうのは確か芸能事務所だったような気がするんですけど。レムニスっていうのはイリスが所属している芸能事務所、レムニスゲートのことよ。ちゃんと説明してくれましたね。あの事務所、ちょっとした収録スタジオも併設されてるのよね。わかった、後で行くよ。はい、よろしくお願いします。はい、ということでここで聞くんですけど、今回この辺で終わりにしときますかね。龍騎の思わぬ過去が明かされましたね。双子だったとは。それから自分で志願して進化になったんですね。目をなんか怪我して、それをきっかけに進化になったのかなと思ってたんですけど、自分で摘出する手術を受けるっていうのを決めて進化になったようですね。はい、ということでセーブして終わりにしますかね。はい、では最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。